C のしげは日本のアナウンサー。福岡県福岡市出身。東京都立富士高等学校、東京大学教育学部を卒業。1984年4月に TBS へ第21期生アナウンサーとして入社した。同期に唐沢明弘がいる。2004年10月には社内再編により他のアナウンサーとともに TBS テレビへの出向社員となり、 2009年4月、持ち株会社化に伴い、正式に TBS テレビの社員となる。TBS への入社後は、スポーツアナウンサーとして、野球、ラグビー、テニス、陸上競技などの中継に出演。一時は、テレビのニュース番組で、スポーツキャスターを担当していた。1991年には、大学ラグビー、聡明戦のラジオ実況で、第17回アノンシスト賞。 ラジオ部門最優秀賞を受賞。また、世界陸上のマラソン中継や2004年アテネ五輪の女子マラソンの実況を経験したほか、後年は全日本実業団女子駅伝のセンター実況を数年にわたって担当していた。2007年6月24日に横浜ベースターズ VS オリックスバファローズ戦でのネット配信中継、ハマスタウェーブで実況を担当した際に、 4回表の先頭から登板しながら一致しも取れず降板した横浜の投手高宮和也に対して水差し野郎などとアナウンサーらしからぬ手厳しい表現を重ねながら批評しニコニコ動画や YouTube などの動画サイトで話題となった2016年4月1日付の人事異動でアナウンス職を離れ総務局広報部担当部長に移動した移動の前日に BSTBS で放送された横浜 DNA ベイスターズ対読売ジャイアンツ戦中継がアナウンサーとしての最後の実況担当になった。2017年7月1日付の組織変更で秘書室広報部担当部長となった。2019年1月31日をもって定年退職。突起ない限りテレビ番組。担当競技は野球、テニス、ラグビー、マラソン、 駅伝、バレーボール、ゴルフ、ありがとうございます。